こんにちは、マスミです。本日はかまいたちさんの AI 漫才を本気で作ってみた。実は私かまいたちさんの大ファンで、かまいたちさんが先日投稿したかまいたちが AI に漫才を作ってとお願いしたらとんでもないネタを出してきたという動画を拝見させていただきました。それを見て一ファンでありプロのエンジニアとして本気で作ってみたいと思ったんですよね。私自身すでに5つのチャット GPT を用いた業務効率化の案件を遂行しており、プロンプトエンジニアとしての知見がかなり溜まってきたと自負しています。ということで本日はそんな私が本気でかまいたちさんの AI 漫才を作っていきたいと思います。かまいたちさんの AI 漫才に入る前に手始めとして、かまいたちさんの動画内で最初に聞いていた芸人かまいたちについて教えてという質問への回答を改良していきたいと思います。現在のチャット GPT は2021年9月までのデータしか学習されていないため、人物に関する情報はかなり少なく、そういった質問はあまり得意ではありません。そこであまり自信のない内容の質問が飛んできた時に Google 検索をして情報を取得してくれるようにチャット GPT を改良していきたいと思います。今回は API として OpenAI の API と Google 検索の API を、プログラミング言語として Python を、ライブラリーとして LangChain を用いて実装していきます。より詳しく実装方法を知りたい方は動画の最後で紹介する学習ロードマップの中の動画を参考にしてみてください。それではソースコードについて簡単に説明していきたいと思います。まず今回は LangChain のチャット OpenAI のモデルを使用していきます。そしてツールとしては Google Search というツールを用いていきます。これらのツールを読み込んだエージェントをイニシャライズエージェントで生成し、そちらに対してエージェント .run で実行していきます。今回はこれらの処理をストリームリット上で実行していきます。それでは実行していきましょう。ターミナルを開き Python3-m ストリームリット run、 そして今回のファイル名を指定して実行します。そうするとこのように Web アプリケーションが立ち上がります。メッセージのところに芸人かまいたちについて教えてと入力し送信してみましょう。するとこのようにかまいたちさんに関する情報を Google 検索を用いて収集して回答してくれました。せっかくなのでもう少し質問してみましょう。濱家さんについて教えてと質問してみましょう。そうするとこのように濱家さんがツッコミ担当であることを教えてくれました。次に山内さんについても質問してみましょう。そうするとこのように山内さんはボケの担当で生年月日も出力されました。ちなみに先ほどのターミナルに戻るとこのように裏側では Google サーチが行われていることを確認することができます。このように Google 検索 API を LangChain のエージェントに組み合わせることでより正確な情報を回答させることができます。では早速本題である AI 漫才の生成に進みたいと思います。 AI 漫才を生成するにあたって重要となってくるのは教師データと抽出する特徴量です。今回はかまいたちさんの公式の YouTube チャンネルの漫才とコントの動画の字幕情報を学習させていきます。そして特徴量としてはかまいたちさんの芸人としての特徴と各ネタの状況、オチ、面白い理由、口調を抽出してインコンテキストラーニングという手法で学習させていきたいと思います。それではソースコードの流れを大まかに説明していきます。まず YouTube 上のコントと漫才のネタの字幕情報を LangChain のドキュメントローダーを使って取得していきます。そして各動画の字幕情報を用いてかまいたちさんの芸人としての特徴を抽出していきます。さらにかまいたちさんの各ネタの状況とオチと面白い理由と口調を抽出し分析していきます。ここでは LangChain のアウトプットパルサーという技術を使って同じ形式で出力されるようにプロンプトの指示を入れます。これらの学習データを用いて新しいネタの状況とオチと面白い理由と口調を生成していきます。そしてここで生成されたこの4つの情報とかまいたちさんの芸人としての特徴のデータを用いて漫才の原稿を作成します。それでは実際にコードを実行してみましょう。ここからは出力結果を見やすくするために VS コードのターミナルではなくターミナルのデスクトップアプリで実行していきたいと思います。それでは実行して出力が完了するまで待ってみましょう。それでは出力結果を冒頭から確認していきたいと思います。まずはじめにこの笑い芸人の特徴を一般化して教えてというふうにかまいたちさんのネタの特徴を一般化していきます。一番初めのコントはスクイーズで、回答としてはこの笑い芸人の特徴は野球を題材にしたコントで登場人物の会話状況を面白おかしく表現しています。ネタのタイトルスクイーズでは野球の戦術であるスクイーズプレイに関連するシーンやキャラクターが登場し、その緊張感や
窮地を面白く描いていることが特徴です。またネタには音楽や効果音を使用していることも特徴の一つです。というような回答が得られました。大まかに回答が正しいことがわかります。このように抽出された YouTube 上のネタの字幕情報からかまいたちさんの芸人としての特徴が一般化されています。このような処理を全てのネタにおいて実行しています。試しに多くの人にとって伝わりやすい UFJ と USJ のネタに関しても同様に見てみましょう。 UFJ、USJ 漫才に関するネタとしてはこの笑い芸人の特徴は言葉の言い間違いを題材にしたコント風の漫才を行っていることです。ネタのタイトル UFJ、USJ 漫才では UFJ、銀行と USJ、ユニバーサルスタジオジャパンという全く異なるものを間違えて話すことを面白おかしく演じています。また間違いに気づいたり間違いを指摘するやり取りも含まれているのが特徴です。というように的確に回答をすることができています。これらの全てのネタから抽出された特徴を最後に要約をして次のような結果が得られています。読み上げたいと思います。このコメディアンは様々なスタイルのコメディで知られており、よくユーモラスな状況や会話に焦点を当てています。特筆すべきパフォーマンスには野球、学校の設定、サーフショップをテーマにしたものや音楽や効果音を取り入れたものがあります。彼らは真面目で風変わりなキャラクターを対比させ共感できるポップキャラクターの話題を披露し観客とのインタラクションを重視しています。様々なコメディーコンテストやイベントでの経験があり状況、コメディーや機知に富んだ対話を通じて笑いを生み出すのが得意です。これ以降の文章は重複しているため省略します。このようにかまいたちさんの特徴をよく捉えて生成できていることがわかります。次に先ほどのコントや漫才のネタから状況、オチ、面白い理由と口調を抽出していきたいと思います。まず一番最初のスクイーズのネタでは次のように出力されました。状況としては野球の試合でバッターがスクイーズプレイを行う状況、オチとしては友達が最後の打席でスリーバント失敗しその後本気でフルスイングをする、面白い理由としては緊張感ある状況でのスクイーズプレイ失敗とその後のフルスイングが意外性と緊張感を破って笑いを誘う、口調としては熱血で熱い口調と友達へのエールを送るような優しい口調が交互に現れる、だそうです。友達へのエールというような部分などもう少しだけ改良できるポイントはありそうですが大まかに合っていることがわかります。 UFJ と USJ のネタに関しても同様に見てみましょう。 UFJ、USJ 漫才においては次のような回答が出力されました。状況としてはお笑い芸人たちが似ている言葉を間違えて使った状況について話し合っている、オチとしては最後にエスカレーターとエレベーターの間違いも言及されどちらでもいいという結論に至る、面白い理由は言葉の間違いを通じてコミュニケーションの誤解や人間の優柔不断さを描き出し観客が共感できるユーモアが生まれる、口調としては軽快で楽しげな口調で親しみやすく笑いを誘うトーンが特徴だそうです。ここまでの結果を用いて生成された新しいネタのアイデアは次の通りです。状況としてはお笑い芸人がアイドルオーディションに参加するシーン、オチとしてはアイドルらしからぬパフォーマンスで観客を驚かせ最後に予想外の合格発表がある、面白い理由としてはお笑い芸人のアイドルオーディションへの参加が意外でありパフォーマンスと結果が予想外の展開を見せる、口調としては緊張感と興奮が入り混じった口調でアイドルらしさを演じながらもコミカルな要素を織り交ぜる、なんだか山内さんがアイドルの格好をしている様子が思い浮かべられますね。そしてこれらの情報をもとに生成された実際のお笑いの原稿は次の通りです。順番に読み上げていきたいと思います。舞台はアイドルオーディションの会場、山内さんと濱家さんが緊張しながら待機している。濱家さん、なんでアイドルのオーディションに参加してんねん。山内さん、お笑い芸人やろ。山内さん、せやけどアイドルになってもっと人気が出たらお笑いも売れるやろ。それにこのオーディションなんか面白そうやし。濱家さん、まあそやけどでもどんなパフォーマンスすんねん。山内さん、アイドルらしく歌も踊りもやるで、それにちょっとしたサプライズもあるんや。オーディションが始まり、山内さんと濱家さんがアイドルらしく歌い踊る。しかし動きがおかしく観客は笑い始める。濱家さん緊張しながら、おい山内さん、これアイドルらしいのか。山内さん、せやで、ちょっと笑いも入れてアイドルとお笑いの融合や。濱家さん、そんなんアイドルちゃうやろ。ここまでの原稿を読む限り、山内さんがお笑い芸人として売れるためにアイドルのオーディションに参加して面白く踊っているというシーンだそうです。山内さんが効果音を使ってアイドルらしからぬパフォーマンスを披露し観客はますます笑い出す。濱家さん、これもアイドルらしいんかい。山内さん、アイドルも笑いもエンターテインメントやろ、だからこれもアイドルや。濱家さん、なんか違うんちゃうか、でもおもろいな。
この山内さんのボケに対してしっかりと優しく乗ってあげるところがかまいたちさんっぽいですね。山内さんと濱家さんのパフォーマンスが終わり、緊張しながら結果発表を待つ審査員、そして合格者は山内さんと濱家さんです。濱家さん、マジで。山内さん、やったで、アイドルとお笑いの融合成功や。濱家さん、でもアイドルやったらどうすんねん。山内さん、まあそこら辺はその考えとくわ。濱家さん、もうお前はどうかしてんで。山内さんと濱家さんがアイドルオーディションで合格し、笑いを取ることに成功するが、その後のアイドル活動に戸惑いを感じるというような原稿でした。まだまだ改善の余地はありますが、山内さんがアイドルの格好をして面白おかしく踊っている様子や、濱家さんがそれに対して優しく乗っかっているようなかまいたちさんの特徴が表現された原稿になっていると感じました。以上、本日はかまいたちさんの AI 漫才を本気で作ってみました。本日解説した内容を自分でもやってみたいという方は、各要素技術の解説動画をまとめた再生リスト、学習ロードマップとして概要欄に貼っておくため、ぜひ挑戦してみてください。もしもわからないことがあれば、各動画のコメントに質問していただければ可能な範囲でお答えします。最後に、このエンジニア大学というチャンネルでは、エンジニアが自立するために必要なベーシックなスキルと、これから必要になってくると予想されるトレンディーなスキルを解説した動画を発信しています。もしもご興味のある方は、ぜひチャンネル登録お願いします。また、自分たちのネタのアイデアも生成してほしい、一緒にコラボをしてほしいという芸人さんや YouTuber さんの方は、概要欄にあるメールアドレスよりご相談ください。ではまた。